花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾由郎です。曲から行くとか言いましてですね、はい、全然ちょっとあたふたしてましたけども、はい、今日は電車がねちょっとね止まってしまって、ちょっとギリギリになってしまいました。間に合いましたね、間に合わない場合は、高橋誠の音楽魂ということになっておりましたけども、今日も高橋誠さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。20分動かない場合はですね、電車が動かない場合っていうと、誠ちゃんとか乗り換える、乗り換えるかな、まあその状況によるよね。分かったらね、その場ですぐ20分とかっていうことはなかなか出ないんで、なかなか出ないでしょ。いやだからその時にどうしようかなとか思ったんですけど、寒い松下さんは乗り換えますかね。乗り換えましたね、なんかみたいですね。乗り換えちゃいますね。そうですよね、とりあえず近くまで行っとけば、あとはほらタクシーでもなんでもね、ああなるほどね、間に合うかなって、まあ、近づいておくのが生放送だと必要じゃないでしょうか。そうですよね、生放送でね。何かあります、誠さん。何がですか。なんか今山田さんのあ山田さんの方に、この部屋が寒いって寒いあそう、じゃあちょっと温まろうかね。じゃあ北飛行行きますか。はい、
はい、金尾芳郎の北飛行という曲をお届けしました、北飛行ですね、北帰行ではありますよね。北帰行とか知ってますかね。まこちゃん知ってるでしょ。北帰行、うんうん、北帰行知らないの。知らない。窓はって夜露に濡れて、知らない。あ、分かった。小林、そうそうそう、なんとか。知らない。そうなんだ。あきらさん、小林あきらさん。そうよ、ね。ああ、北帰行ってあったのよ。うん、ギターを持った渡り鳥。そうそうそう、そういう感じの頃かもしれないですね。ギターを持った渡り鳥。古い。ということでね、今日はね、あの久しぶりのなんていうか、なんかこう金玉というかね。金玉いいね。久しぶりでした。久しぶりになりましょうか。すいませんね、なんか通路か通コーラス目。ハモリを忘れて、そう、なんかね、あのハモリを忘れて、俺もね、ハモリはバチッとハモってくれるっていうこと、僕はあの頭の中入ってるからね。なんかあれ急に集中できないでしょ、あなた。松下さん、ラジオで睨みが入ったりね。そうでも椅子、テーブルの下で足蹴ったりなんかするからね。はいはい、蹴り合ったりなんかする。最近ね、なんか凶暴な、なりましたけどもですね。あの急にやっぱりこうやってポーンと歌い出すっていうのも、なかなかね、うん、あの難しいもんがあるよね。今来たばっかりでね。今日電車遅れたしね。テンションポーンと上げるのもね、あれですけども。まあ、でもそういうことも ねありますよね。いろんなことがあって、だから生放送ってね、こういう、まあ、例えば僕が遅れた場合にね、松下さんとか、うん、まあ、あの誠さんにちょっとつないでいただいてっていう ねパターンもあるしね、うん、また誠さんがね、まあ、連日ライブで、うん、あのちょっと寝過ごしたとかね、ありえないね。寝過ごした。あのそういうことも ねありましょうしですね。まあ、あのこれ生放送って面白いんですよね。うん、あの本当何がね、で打ち合わせがなんかほとんど しないで始まったりしますね。そうですね。うん、もう一寸先はね。うん、それが面白い。面白いですね。今日は来ておりますでしょうか。ファックスを、じゃあメール来てますか。メールね。うん、僕の方がファックスちょっとお届けしましょう。これね、先週からもね、あの読み忘れていましたが、本日のね、ファックス、これチャーリー佐藤さんから、来ておりますね。こんにちは、パソコンが直りました。おめでとう。ね、パソコンは僕持ってないのね。あ、持ってないの？うん。パソコン、今時ね、あの、海外の方からね、言わせるとね、うんうん、PC なくてね、よくあなたは生きていかれますね。うん、よく生きていかれますね。そう言われましたけどもね。そう、うん、そう、うん。信じられないって言われまして。ね、携帯あれば今ね。今携帯あれば何でもできる。いや、携帯でもね。携帯もガラケーだ。いや、ガラケーじゃないよ。あの、うん。もう、変わったんだっけ。あ、そうそう、ガラケーから。変わったんだ。変わった、変わった。今だったら、こする時代でしょう。こする時代。もう、こすって、電車の中でこすってる人いるよね、なんかね。やたら、ね、もう、ガンガンこすってる。ゲームやってんの、あれ。うん。やってんじゃない。僕、そんなにこすらないもんだって。うん。うん、でもね、やっぱ機能をね、使いこなせないのよ。あ、やっぱガラケーが良かった。本当。だってメール打つのが早いし、あっちの方が。そうなの、うん。そうかもね。うん、そうだし、なんか使いやすいのよ。うんうん、僕だから電話とメールができればいいんだよね。あ、うん、でもパソコン持ってないから、やっぱこういうの持ってた方が、便利なのかもしれないけども、うん、なんかもうあんまり世の中便利になりすぎるのもね。うん、いかがなもんかな、うんうん、便利すぎて不便、ね、便利すぎてっていうか、なんか便利だと思うんだけども、そうすると工夫しなくなるじゃない。そうだね、うん、だから不便なことがあった方がなんか工夫するよね、なんか作ったりとかね、うんうんうん、あの昔だからチャンネル
リモコンの代わりにね、俺お長い竹作ったりとかねしてた。あ、今ねまた山田さんからいただいたファックス来ましたか。蓮見さん、このちょっと、松下さんの方から、はい、僕今チャーリーさんのあれ読んでた、ごめんなさい、はいはい、西川口はパソコンが治りましたということで脱線しましたが、はい、西川口が晴れてますということでね、はい、今日は本当に気持ちのいいお天気ですね、うん、秋晴れの空、本日は疲れ気味の皆様にオーバーワークをプレゼントしてください、うん、お願いいたします、チャーリー佐藤さんから私は元気ですということでね、うん、チャーリー佐藤さんも還暦になられると、ね、おめでとう、おめでとうございます、お誕生日おめでとうございます。しっかり年上だと思ってたねえ、あの老けた、ね、だいたいみんな老けてるよね失礼しました、失礼しました、電波で老けてるとか言うと、ね、あ、これいっぱい入ってるよ今日、投げ銭 1,2,3,4,5 万円、イエーイ、すごい、チャーリーさんちょっと最近、あ、いいんだね、人っ腹だね、うん、羽振りがいいんだね、うん、ということでね、オーバーワーク来ております。もう一方、じゃあ松下さんの方から、はい、カナオヨシロの音楽魂、はい、カナオさん、誠さん、としみさん、こんにちは、こんにちは、気持ちの良い秋晴れですね、うん、今日の放送もボリューム大でお店で聞いています。お、今月の28日汐留ブルームード音楽魂ライブボリューム3、うん、楽しみです、はいはいはい、そして生放送9年目に、丸祝、素晴らしいです、拍手、ありがとうございます、本当にね嬉しいですよね、うん、間に合いましたね、生放送のご苦労さしますいや、あのね、こうやってね、こうすぐファックスとかね、うん、メールいただくとですね、うん、嬉しいね、うん、あのまたほらこれ字がねちょっと大きく書いていただいてるんで、僕は目がねあのちょっと遠いもんですから、そうです、目が遠い、目が遠いってなんだよ、言い方が古いよね、目が遠いってのは分かるけど、うん、目が遠いってのは何リクエスト、リクエスト、はい、いただいてます、はい、やはり風の中で立て、あいた、出ましたか、綺麗な字で、ありがとうございます、綺麗な字で見やすいですよね、字も優しいね、そうだね、やっぱり性格が、そういえば蓮見さんブルームード、そうそう、蓮見さん、そうブルームードいつでしたっけ、それでね、ちょっと業務連絡、うん、ここで、はい、ここでいい、23日なんかね3人のね、うん、あのコーナーを取ってくれてるんだって、ちょっとちょっとそれさ、うん、11月23日の話、これは蓮見さんがブルームードでやられる話ね、はいはい、そう、うん、私たち3人のコーナーも設けてくださってるみたい、素晴らしい、え、そうなの、そう、あ、え、じゃあ、って言ったんだけど、うん、僕らがちょこっとでは、ちょっとお邪魔してね、お邪魔する、あ、そうですね、楽しみですね、うん、それもね、11月23日これもブルームードですね、うん、はい、で我々のね、うん、音楽魂は、11月28日になります、塩止めブルームードね、これはね、荒井武さん筆頭にですね、まあ、我々3人もちろん、高橋誠、松下俊美、金尾芳郎ということでね、これちょっと光ってるかもしれない、それと、西日本マンダムこれ、あとスパイダーです、これ男臭くね、11月28日月曜日になりますけどもですね、前より3500円ね、当日4000円、お食事も美味しいとこですね、うん、ゆったり聞けますのでですね、ぜひおいでいただきたいと思います、蓮見さんも23日もね、僕も楽しみ、ね、なんかソールドアウト、あちらは蓮見さんの方はね、もうソールドアウトね、うん、僕らはまあもうちょっと分かる、ちょっと集計してないです、まだ、うん、まだ余裕があるかな、まだまだ余裕がありますかね、新井さんも今度は新しい CD をね出されて、うん、ね、最近会った、まこちゃん明日会うよ、明日、そういうのはどこでやるの、明日は中央、あ、南林間ハイダウェイ、あ、ハイダウェイ、うん、明日からね、うん、新井さん 3days なんて明日、明後日、しあさってと月曜まで、ブルースブラザーズ、ブルース、あ、ボーイズ、ボーイズね、ブルースブラザーズ、あ、それ、そうなんですよ、明日が南林間で、明日が南林間で、うん、ハイダウェイ、それ覚えてない、あ、そしたら、ちょっと待って、ちょっと見るね、うん、見て、そう、明日が南林間で、うん、日曜日が、あ、うん、書いてない、漏れてる、日曜日どっかでやるな、で7日月曜日が、うん、野毛のサムズバー、あ、サムズバー、はいはいはい、うん、新井さんとね、じゃあ3日間楽しみじゃないですか、ね、はい、うん、あそこだ、北千住だ、日曜日は、本当、うん、
北千住は近いよ。ノックっていう、うん、北千住もあるの、うん、俺もなんかいろいろやりたいな。俺あんまりやんないもんね。言っといて、うん、北千住俺もそれはごぼうさんドラムの、えそうなの、うん、ごぼうくんと新井さんと私と3人で、うん、なんかね、その北千住の町全体のなんかライブハウスがなんかもうどこでも行けるみたいな、あそういうのあるじゃん。今そういうの多いね。あその日なの、うん、でやるみたい。本当投資券みたいなのね、うん、俺もそういうのちょっと参加したいんだけど ね、ちょっとなかなか出不精なもんです。すいません。日曜日6日、うん、じゃあ遊びに行こうね、え、うん、行きます。楽しみですけどもですね、うん、そしたらですね、ということで佐藤チャーリー佐藤さんのですねリクエストにまずはお答えしましょうか。オーバーワーク、オーバーワーク行きますか。はい、ということでですね、見事に外しました、ごめんなさい、静かにしてくださいということで、あの西川口のですねチャーリー佐藤さんのリクエストのお答えしました、オーバーワーク、ね、
何回も何回も間違えるんじゃないぞいやいや、でもさっき打ち合わせと最後はお前だって言ったよどっちが間違えたか。いや僕は間違えてない。あのあれですよ、2番の歌詞がワンウェイラブですね、うん、繰り返しますと。そうですね、それはオーバーワークって、はい、あのまあ大体普通さ、ね、あ俺があれっつったら分かるようなやっぱりそれぞれの関係になってないとダメなんだけど、まこちゃん俺があれっつったら大体分かるよね。大体分かるよ。なんかね、すごい、私あれって言われたら、ね、あれって言われたらあれなんて本当にね、失礼しました。あ、まあ、花尾さん、全然大丈夫です。あのこれ生放送ですからね、間違いありですからね。間違いあり、間違いあり。まこさんなんか今日はしっとりいきますか。しっとりいきますか。何それ、何やろうかな。何、ムーンリバー。うん、ムーンリバーやろうと思ったけど、ちょっと違うやつやろう。何これやってみようかな。何それ。シャルラズナブール。お、どう、なんかね、フランス語で歌うの。Maybe the face I can't forget, the trace of pleasure of regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. SheMaybe the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem, inside I have a shellIt seems so happy in a crowd, who as can be so private and so proud. No one low to see them when they clap her eye. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows in a past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive,The why and wherefore I am alive, the one I care for through the laughing lady is me. I take the laughter and her tears, make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.はい、ということで高橋誠さんが歌います、はい、これスマイルでしょうか。いや、あ、 C だね。 C スマイルと似てるよね、なんかね。あ、すみません、失礼しました。 C でしたね。彼女の C、 彼女の C ですね。これ映画の、うん、そう ね、 ね、中でいい歌の、あれじゃない、これ昔のさ、うん、あ、間違ってたらごめんなさい、うん、ニューシネマパラダイスじゃないの、うん、のエンディングに出て、違うか、ごめん、全然ね違いましたね、失礼しました。なんかキスシーンが最後バーっていっぱい出てくるのね、ニューシネマパラダイスの中で一番最後に。そうなんだ、僕それが好きなのよ。最近そういうのあんまりしてないから、うんうんうん、してないか、してないから。あ、失礼しました。いや、あのね、あれはね素晴らしい、こうキスシーンが出てくるんですよ、モノクロのね。ニューシネマパラダイスって僕すごい好きな映画で、最近映画あんまり見に行かなくなったんですけど、うん、昔はね結構行ってたんですね。うん、どういうわけかね、うん、映画館自体も、うん、ほらコンパクトになってきてるじゃん、結構ね。そうだね、最近ね、うん、まあでも両方あるよね、なんかシネマ。そうか、そうか、とちっちゃい、昔ながらの感じのところも、もっと大きいところもあるし、ね、昔はね、昔3軒ぐらい僕の田舎にあったんだけど、うん、もうたった1軒になって、そこの映画館のね、友達だったのよ、息子さんが。あ、そう、
だからそういう幼稚園ぐらいの頃から、うん、あれ切符切りのおばさんの下くぐって、うんうん、ほんで入って中映写室まで行ってたから。あ、そう、それいいね、そういう友達がいるとね。映写室行って、うん、あの生まれて初めてハムサンド食べたのよあのからしがちょっと効いたさあれがね、もうね、いまだに美味しく、うわあ、これはもうすごいなと思って。ノンガタでしょ、ノンガタでしょって言ったらノンガタでしょ、バカ野郎とか言われるけど、ハムサンドは今何でもありますけど、昔はまあマクドナルドとかありませんでしたからね。そうだそうだね、うん、だからハムサンド食べた時にはね、ちょっともうびっくりしましたね。なんかね、あれの味が、映写室とかあんまり入れないじゃない、うん、で、ね、ニューシネマパラダイスもそういう映画だったんですよね、たまたま。でもそういうね、ロマンザっていう映画館あったのよ、よく行ってたよね、うん、そうか、昔。そうだね、三軒茶にもね、結構 2軒ぐらい映画館あったんだけど、もうなくなっちゃったな、両方。じゃあ野方に比べてうちはすっごい田舎だけど2軒あったの。ああ、そう、2軒、高知、そう、南座とね、高知にも、うん、もうちょっと南座とね、なんかっていうのがあって、よく怪獣映画よく見に行った。ああ、怪獣映画懐かしいね、東映漫画祭、東映漫画祭、ね、そう、もう一つはね、うん、その、まあ、洋画をやるところと、うんうん、あとはほら、割と薬剤映画の3本立てとかね、あれもね、俺弁当持って行ってたから、俺本物の街だからね、本物っていうわけじゃありませんが、ね、やっぱり青春のもののね、あの舞台になったようなとこでしたからですね、あれもね、なんか懐かしいですね、今になるとね、うん、禁煙ってでかく書いてあるのに、うん、もう煙だらけだったからね昔どこでもみんなタバコ吸ってたそう、ね、電車の中でも吸ってたもんね。だから禁煙って書いてあるのに、もう黙々としてたような映画館でしたから、あのなんかね、そう、それもね、うん、今思うとね、なんかこう、和んでたかもしれないですね。そうだね。うん。3本見たらもうお尻が痛くなっちゃって。そう、でも3本でも同じ料金でしょ。そうですよ、3本だったもんね。そうです、そうです。今はそういうのないのかな、うん、あ、そうなんだ。入れ替えなの。ロードショーでね。ロードショーで1本だもんね。あ、本当、しかも期間が短いから早く行かないとすぐ終わっちゃうのね、うんうんうん、あ、そうなんだ。昔はさ、なんか何ヶ月かロングランやってたけど、うんうん、今は短くないですか、うん、なんか短めが多い、ね、ヒットすると長くするみたいだけど、うん、なんかね、早く行かないともう終わってるのって感じ。結構そのこういう業界、映画業界っていうのもあれ、うん、結構厳しいものがあるんですかね、うん、そうだと思うよ、うん、ね、でもやっぱり映画見るっていうのは思い出が残るよね、うん、でも昔の映画ってなんかすごい僕残ってるんだよね、うん、あのショーシャンクの空とかさ、ああいうの好きだった、見てる、ね、ミッドナイトエクスプレスとかああいうの好きだったのよ、ショーシャンクのあれ映画ですよね、うん、そういうのは好きだったんです。最近ね、行ってないですね。誠さん行きました？最近行きましたよ。俺結構行く映画行くみたいね、うん、だって安いもん。そうなのよ。あれ、もうほら、俺たち安いじゃん。俺たち安いの？俺たち安いよ。いくら？1000円ちょっとで見れるよ。そう。そうなんだ。そうだよ。普通は1800円とかなんですけど。うん、普通1800円ですね。オーバー16だからさ。シルバーが16ね。オーバー16だからさ。そういう時は16なんです。16。普段は16なんです。16だけど。安いんだね。やっぱ行かなきゃあれか。そう、1000円ちょっとだ。最近見たのね、うん、シーマー先生、あ、それ見に来た方の、すごい面白い、いいでしょ、本当、もうね、うん、私もそれを行く予定だったけど、ピアノの先生、ね、ピアニストだったんですけど、はいはいはい、彼がもう、もうステージでできなくなっちゃって、うんうん、それでピアノを教える方になって、あ、なるほどね、ドキュメントなんですけど、うん、あ、ドキュメント好きなのよね、うんうん、はあ、そうか、うん、映画ってなんかこう夢があるよね、うん、なんかなんていうかな、僕本当ここのところあんまりね見なくなったんですけど、うん、やっぱりそれずっと残ってますよね。ね、残るよね。真夜中のカウボーイとかいまだに俺全部覚えてるもの。おかっぱだね。知らないでしょ。ダスティン・ホフマンがねとジョン・ボイト。知ってますよ。本当にね。知ったよ。うん、ハリー・ニルソンがね、エヴバルチョーキンダーミー。かっこいいじゃん。そういうのが好きだった。好きだった。ね、そういう。邦画はね。見ませんか、あんまり。邦画はあんまり見ないかな。うん、
邦画もいいのはあるっちゃあると思うけどね、うん、あのうんそうテレビもあんまりもう見ないからね僕はね、うん、なかなかやっぱりちょっとそこで気分変えてね、うん、映画見に行くと安いし、うん、安いしねよしいいこと聞いたな、はい、早速ねいいな羨ましいなということでねあと松下さんじゃあ歌いますか何か2人で行けば安いじゃん1人が1人2000円で見れるよ2人で行けばあじゃあ誰か連れて行けばいいんだ60過ぎの人違う違う違う50歳夫婦50歳バリブ夫婦のふりして行けばいいやだ俺よく行くよ女の子と夫婦でふりしてくあやば聞いたよ嘘です平成不可本当に本当そうなの本当そうだよ証明書とかいらないどっちかが50歳超えてれば、うん、もう OK 証明書はいらないわけ特に、うんまあ、見せてっていう時もあるけど大体わかるじゃん俺でもさ普通信用してくれないと思うよそういや大丈夫だと思う大丈夫だよ、ね、いやだって遠くらい俺若く見えるもん、うん、自分で言うよ自分で言うかまあそうだね俺山さん笑ってる、まあ、山さんそうでしょ若いでしょ、ね、あごめんなさい、はい、無理やり言わしたりなんかしてでもタバコも買えないでしょ、はい、え何が何タバコとかお酒とか買えないでしょいや未だにね年齢あれチェックするのやめてほしいよな、うん、あれ、うんうん、あコンビニであコンビニでなんだっけあれレジでねほらレジでお酒とタバコは年齢確認が必要ですよ、はいはい、年齢確認タッチパネルね、だいたい見りゃもう20歳で見えないでしょあでも、ね、あの気の利いた店員さんはもうパッてやってくれるよね本当いちいちやらなくてもいいところもある年齢制限とか俺はどっちも買ったことがないから、ね、あそうかそうかそうかだったらコンビニ行ったらなんか可愛い女の子がさ、うんタッチしてくださいって言うからさ えいいのタッチしてくださいって言うのそれをイラパーカーで言うのよそれ嬉しいよねタッチお願いします俺一瞬ドキッとしたもんドキッとするねなんかタッチだけで2人でもうすぐ分かるんだな分かる分かるよ俺たちはもう俺たちは通じ合ってるから通じ合ってる俺たちすごいねすごいですね、うん、いや本当ねドキッとする時あるよねコンビニでもね。メール来ても、はい、ね。お願いします。なんかリクエストもいただいてリクエスト、はい、いただきますか。加納さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。こんにちは。先週のしょかちゃんの会の加納さんのテンションの高さは最高でしたね。かっこ笑い。そういえば、再放送の、って言っちゃいけないね。YouTube を聞いていて気づいたことがあります、うん、彼女がブルースのドラムを始める際に、うん、シャッフルやブギーというのは、今まで聴いてきた音楽にはないものだったんでって言ってましたよね。その時冷静に考えたら、おいおいまだ小学生やろもんって突っ込みたくなりました。すごいですね。それと最近誠さんやとしみさんの紹介を忘れる時は、だいたいゲストがいらっしゃる時で、かついきなり生放送、生演奏から始まる時が多い気がします。今日はそういう意味では大丈夫ですか ね、 ね、見方が見方チェックが、ね、チェックがすごいでしょ、ね、何秒くらいにとか、ねうん、では、今日はそういう意味では大丈夫ですね、ゲストがいないからね、うん、でも今日は、今日も楽しい放送を、ツッコミどころ満載、探しながら聞いてますばい、はい、ツッコミどころを探しながら聞いてるんだね。リクエスト、かなおさん、うん、ホーミータイド、え、ホーミータイド、あるいはこの間のライブでアンコールで歌われたらしい、うん、春吉コールガール、誠さん久しぶりにフラジャール聞きたくなりました。としみさんやっぱり好きなんで、うん、星影の小道だけど何でも OK、はい、PS そういえば月曜日はチャーリー佐藤さんの誕生日でした ね、おめでとうございます。あ、そうそう、先ほどね、ありがとうございます。ミキさん、おめでとうございます。オーバーワークをプレゼントいたしましたけどです、ね、これ加納さんのホーミータイプってどういう歌ですかね。ホーミータイプあったね、最近も全然やってないね。そうそう、私聞いたことないかもしれないですね、うん、あなた聞いたことないです、うん、星影の小道やる、え、ちょっとやってみようか。え、俺な、ないかな、ちょっと待って、仕掛けの小道、どんな歌だっけ、ね、ちょっと頭歌って、 I love you じゃなくて I love you、 ああはいはいはい、うん、これあります、やりますか、ちょっと、ありました、誠さんが揃い次第、でそれと何が来てた、フラジャール、誠さん、フラジャール、
フラジャイル。で、ホミタイト。と、ハリヨシ。ホミタイト、ハリヨシコール。あ、それ出るまでハリヨシしといて歌おう。はい。お。私は博多春よしの夜の女さ、街行く男に声かけちゃね、遊んでいかない、そもそも私がこんな女になったのは、愛した男が旅に出てもう帰っちゃ来なかった、一年ミキさんのリクエストに答えしました、はい、有吉コールがあるということでしたけどもね、松下俊美さんやってみましょうか、はい、静かに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 、これカポニ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 、いきますか、キー大丈夫ですかね、 G あだよね、いやこれ A だね、きっとA なんだ、うん、はいはい、あ、それ大丈夫、いい大丈夫、大丈夫、すごいねそんなこと言うんだ一応ミュージシャンだから全部裏だっけ静かに静かに手を取り手を取り、あなたのささやきはアカシアの香りよ、 I love you,
しょう。星影の小道よ。じっとして私は散ってゆく。アカシアの花なの。 I love you, I love you。 いつまでもいつまでも言わなかったね。I love you っていうのあったよね。いやそれは違うの。違う。それが言うの時です。ごめん。俺さ、ね、俺感想が入った方がよかったね。急に行っちゃったね。いやそう行こうと思ったら松下さんがさサビ行っちゃったから。コーラスもできなかった。ごめんなさい。なんか全部なんか結局私が悪いんです。グタグタになっちゃったね。いや全部悪いのは全部俺、うん、悪いのは全部俺、うん、あのそう言ってくれる政治家がいたらいいよね。あなんかこの前いたよね。謝る喋って謝るなら喋るなとか言う人いたよね。あ面白い ね、 あのねなんかね結構すごい謝るじゃない。あそう今の人ね、うん、なんかね、うん、なんか失言をしてね、うん、そうそうそう、もう悪いのは全部俺が悪いって言って責任取るような人が、うんうんね、あの頼もしいよね。頼もしいねそういう人ね、うん、そういう人があったらいいと思いますけどですね。真子さんいかがでしょうか。いかがでしょうか。何がいいか。俺なんか来てなかった今。それあ蓮見さんのリクエスト風の中で風の中でけども真子さんなんか歌いましょうよ、うん、真子さんファンの方が いっぱいいらっしゃるんで。さっきなんかフラジャイル、ね、そうフラジャイルミキさんからね行ってみましょうか。行きましょうか、はい。You're beautiful when fashion's still the one, and driving in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in my mind will always stay. I have this fine life was meant to cringe a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest to forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star. Like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Thank you.
the floor. Warm, fresh and still the one, driving under curl off of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in my mind will always stay. I have this fine life with men to pinch your life and argument. Though nothing come from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an ugly star, lest they forget how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on, the lame will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are.誠さんの素敵なですね、フラジャイルね。そう、本家よりもいいっていう評判で、本当ですよ。本家、うん、本家本元よりも誠さんのフラジャイルがいいっていう。おお、それは素晴らしいね。うん、嬉しいですね、そういう、ね、本当にそういう嬉しい人がいるって。うん、でもそういうあのどうでしょうか、誠さん、あのずっと歌い、はい、弾き語るっていうことはね、うん、すごいよね。最近ね、うん、もう一回俺あの。ちょっとあの、うん、改めてね、もともと俺弾き語りから始めたんだけども、はい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 、あのギターはそんな弾けないんだけども、うん、歌を伝えるというかね、うん、あのそういうことをもう一回ね、あの再確認最近しました。そうですか。うん、それでちょっともう一回ね、だからギターも、うん、今、うん、ちょっと強いギターにして、ネックが折れちゃったりした。強いギター。いや、ネック折れちゃったりしたんだけど、強いギター、うんうん、ギター一本だけジャカジャカ弾き語れるようにね、うん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 、来年ぐらいからね、またいろいろしていこうかな、ね、はいはい、いいじゃないですか。弾き語るって素晴らしいです。まこちゃん本当にギターうまいしさ、うん、ね、うん、すごいよね。すごいすごい。あのギター一本で十分じゃない？え、人を入れてやるとか、それより全然ね、うん、それがでも基本ですよね。そうです ね、うん、ギター一本でその歌を歌うとかね、そこからいろいろ ね、広がっていければ一番嬉しいですね、うん、そういうことでですね、今日は最後にね、はい、もう一曲、はい、山田さんがもう一曲来ました。あの歌わせていただきましょう。リクエスト来てましたね。はい、風の中で立て、蓮見さんから、ね、蓮見さんから、はい、リクエストにお答えしましょう。風の中で立て、金尾四郎でお届けしましょう。冷たい風が
ということで、時間になってまいりましたけどもですね、また来週お会いいたしましょう。 See you next time. Hey. 泡が流れてる思い出が流れる辺りを埋め尽くす行き交う人の
を見たんだ。